どうも、お疲れ様です。FX オリガルヒの皆様、そして即可軸限定動画をご覧の皆様、今回もね、共通の動画をお送りしたいと思いますけども、えー、FX オリガルヒに参加されてない方は、まあ、振り返ってね、日ごとの FX オリガルヒ相場解説を見ることはできませんので、そこは足からずということでございます。えー、FX オリガルヒをご覧の皆様も、えー、それからね、この動画をご覧の皆様も、FX に興味があると思いますけども、今回、えー、2023年の18週目は、 とにかくね、ゴールデンウィークっていう、この一週間の中で、相場がありにあれまくる週でございました。ですんで、えー、今は観察相場ということで、最初からね、えー、もうお話をしていたんですね。これは5月の1日、2日でもそうですし、3日でも4日でも5日でも同じなんですけども、もうどっちかっていうとね、足場を整えるために、リアルタイムチャートは、まあ、ほっといてですね。 ちょっと見るぐらいにしといて、えー、実はこのゴールデンウィークっていうのは自分の基礎知識とか基礎概念とか、それからテクニカルの フォーメーションとかをね、確認する。まあ、そんな週にしていただいたらどうかなっていうことでお話をしていました。で、えー、それに、応じてですね、FX オリガルヒの方でも、普段とは違ったカリキュラムで18週目をやってきましたが、シートを一緒に見ながらね、そのことを振り返ってみようかと思います。えー、繰り返しますけども、FX オリガルヒに参加してない方は、振り返ると言っても、1日1日を細かく見ることができませんので、そこは足からずということでございます。じゃあ、2枚目のシートに行ってみますね。2枚目のシートはこちらです。 えー、ゴールデンウィークの過ごし方ということでね、外貨 AEX という GMO から発行されている、そんなサイトを見ながら、えー、指標のことをね、まずは確認しました。これだけ材料があるから、やってもしょうがないでしょってことです。だからもう焦りは禁物ですよと。今日はしたお金を稼ぎたいのもわかるけども、こういう時は市場に入っちゃダメですよってことを最初に釘を打っておきました。だから5月の1日から7日までは、 リアルの相場よりも基礎固めをしましょうってことをね、繰り返し申し上げてきたわけですよね。まあこうやって、材料がどのぐらい流れ込んでいくかってことを確認すると、あ確かにやっちゃいけない時だなってことをね、あの、船出と海と風と、おその後悔の模様ですか。この辺について、えー、例えてお話し,しましたよね。えー、海に船出に出るときは、 波風が全くない時でもダメだし波風がもう激しくて嵐の時でもダメだし程よく波があって程よく風がある時がいいでしょってだからその時にテクニカルっていうのは有効なんですよとファンダメンタルっていうのはねやっぱりこう嵐が吹き荒れてるようなもんですからもう遭難しちゃうわけですよ、まあ、ですんでね私たちはまず、えー、テクニカルをマスターすることそこに努めていきましょうということでございましたはいじゃあみっ 3日目ですね。えっと、3日目、3日目。次はどこだこれだ。はい。えっと、5月2日火曜日なんですけども、実はね、火曜日、この日はね、唯一と言ってもいいぐらいに、あの、利益を取るチャンスがあったわけですよ。しかもすごくわかりやすかったです。これはブレイクで取っておきましょうってことを、この日にお話しております。美味しい利益ですよ、と。で、そのポイントってのが、あの、これ、上値ですよね。高値がこういう風につけてるときに、なかなかここを超えられなかった。 わけなんですよ、まあ、ですんでここを越えた時ってのはこっち側にね値動きが全くないわけですからもう阻むものがないぐらい上がっていくんじゃないかなってことでこのブレイクは取っておきましょうっって話だったんですよねこういうふうに上に上がってここ跳ね返ってまたに下に行くんだったらねあのこのボックスの中で推移してるという解釈なんですけども抜けましたからね。 抜けたらもうどこまで抜けるかはもうわかんないようなストーンと抜けるぞっていうところがいつものパターンですからこれをブレイクアウトっていうわけですよ、うん、だからこれは美味しい利益ですよねってことを4時間で指し示しておきました、うん、だからといってこれを狙ってくださいってわけじゃないんですよ、うん、どんな時でも利益を取るチャンスは潜んでいるってことなんですよ潜んでるだけでねそのまま顕在化しないこともありますけどもねはいということでちょびっとはあの現場のことを見ていましたよってことですそして改めてですけども 休日の過ごし方っていうことでお話をしたのが、この休日 FX、ファンダメンタルズがテクニカルになる過程ということでね、えー、まあ大雑把な概念をお話したってことになります。だから緩やかに緩やかにやっていったってことですよね。そして次の日、ついにはもうね、FX 後回しだと。もうネットでドラマでも見て、リラックスしましょうってことをお話し,して、実際私このサルバ14っていうね、ドラマを見てました。30分ぐらいだったんですけどもね。 随分リラックスしましてあこうやっていつでも映画を見れるような環境を整えるためにも FX で金は稼ぎにおきたいなというふうな気持ちがマインドセットが明らかになったってことですよねはいじゃあもう一回現場の方に戻りましてファンダメンタルズについてお話しました、えー、と先ほどのブレイクアウトでお示ししたのがここだったと思いますけどもこのブレイクアウトってね一択ーじゃなくてどっかで行動の限界点を迎えて戻ってくるんですよで同じとこまで戻ってくるんですよねそのことをここでお話ししていました はい。そして、その後ってのは、ここと同じようなね、展開がこっから始まるということも、まあ予見されるんですけども、ここは申し上げてなかったです。どういう風になるでしょうかね。ファンダメンタルズはね、全部戻ってくるんですよ。で、あとシートは2枚です。えっ、ー、と、これがですね、えー、金曜日のことだったと思いますけども、21時半から材料が目白押しで、もうすごいでしょってことを、これ5月5日だったですかね。5月5日の子供の日の夜は、材料が荒れまくるよってことをお話しておりました。 だから5月6日もゆっくり休んでくださいねってことで、休んでって言っても、本当に休んじゃだめですよ、だからやっぱり、勉強のために休むんですよ、リアルタイムチャートをしないからといって、FX をやめていいってことはね、そういうことではないですから、じゃあ5月5日発表分の雇用統計で、どんな点を注目して、どういう風にファンダメンタルが動くかってことを、まあ、将来的には学ぶんですけどね。 そのファンダメンタルについてちょびっとここではあの脱線したお話として取り扱っていますもちろんファンダメンタルを使ってくださいとかベ国クを超えておけて稼いでくださいってことは止めてますそれはまだまだ先ですただしテクニカルがある程度使えるようになると一桁上の稼ぎに行くこともできるってことですよ、ね、だから月収ね5万とか10万そして30万とか40万っていうところから一気に100万200万っていう桁を違うところに行くとこの桁の違いのお根拠としては一つはね 投入資金が変わるってことがあるかと思います。でもそうではない場合、投入資金を増やしたくない場合は、ファンダメンタルを使っていくってことになりますよね。はい。近い将来、自分がどっちの方向に行くか、ちょっと見ながら、これからも、えー、テクニカルをやっていきましょう。ということで、今回は以上です。お疲れ様でした。えー、FX オリガルヒにね、ご参加、ご興味のある方で、まだ参加されてない方は、あの、受付のメッセージをいただければと思います。必ずしも FX オリガルヒに、えー、参加はね、 まあ、あ強化が出るってことではないですけども、偉そうに申し訳ないんですけども、えっ、ー、とね、新規のメンバーでもね、月に一人か二人が限度です。このレベルでサポートを充実させていく、それを維持しようと思いながら人数増やそうとすると、月に一人か二人増やすのが精一杯なんでね、ま、あできればこの人数のままやっていきたいなっていうところと、プラス、それでも FX でなかなか成果が出ない人に、いや、FX の世界すごいよと。 <laughs> 本当に稼げるようになるってことをね、お知らせしていきたいなっていう、おせっかいな部分も相まってね、月に一人か二人の若干の募集ということになります。えー、常にね、何か募集のための、なんか広告を出したりはしませんので、ちょっと気になった方はメッセージ、メールでも一本いただければと思います。話はそれからにしましょう。それでは、今回は以上です。